アウトウニオンは1930年代から1980年代に存在したドイツの民族系資本の自動車メーカー。今日のアウディの前身となった。1932年、ホルヒ、アウディ、バンダラー、DKW の4社合併で結成された。アウトウニオンは日本語で自動車連合のイ、一つの自動車グループだが最高級車をホルヒ、 先進的な中型車をアウディ、小型車をバンダラー、大衆車を DKW が担うことでブランドとして残った。後に NSU を合併している。その社名は1930年代フェルディナント・ポルシェ設計の高性能なアウトウニオン、レーシングカーを送り出しグランプリレースにおいて成功を収めたことで特に著名である。アウトウニオンのロゴ。 フォーシルバーリングス・バンダラーは、堅実な小型車、オートバイを生産するメーカーである。1885年に自転車輸入会社、ケムニッツはー自転車倉庫車として設立され、1896年からは、自転車の自社製造を開始した。他にも、工作機械やタイプライターなど多彩な製品を、生産した。1902年からオートバイ生産に、参入。 さらに1904年からは、小型自動車開発を進め、1911年に 1147cc の小型車、t ィープ W1 プップヒエン5、12PS を発表。プップヒエンという名と、華奢な外見でありながら、それに似合わぬ、耐久性を備えていた。順次拡大型 w、W3、W8 が送り出された、プップヒエンシリーズは、 1920年代中期まで長期生産されるヒット作となる。これによってバンダラーの業績は慎重、ドイツの小型乗用車業界を代表するメーカーの一つに成長する。1926年にはドイツでもいち早く4輪ブレーキ使用車を開発した。バンダラーのエンジンは1911年から1941年まで終始一貫して、 直列式で直列4気筒と直列6気筒があった。1941年に民生用の自動車の生産は終了し、工場は軍需品の生産に切り替わった。同社の象徴である双葉のエンブレムは1929年の制定である。バイマル共和成果のドイツは混乱期を経て1920年代後半にようやく一時の 安定期を迎えたが、1929年以後の世界恐慌の影響で、経済破綻寸前に追い込まれた。当時のドイツ自動車業界では、採用手メーカーであったオペルが1929年にゼネラルモーターズに買収され、またフォードモーターがケルンに、ドイツフォードの大工場を開設するなど、アメリカ系自動車メーカーの進出が著しかった。その構成に、 民族資本のメーカーは消滅の瀬戸際に立たされて弱小企業の淘汰が進行。また、ダイムラーとベンツの合併によるダイムラーベンツの設立など企業合同によって生き残りを図る動きも生じた。DKW はデンマーク人であるイェルゲンスカフテ・ラスムッセンによりザクセン州ケムニッツで1906年に創業した企業で第一次世界大戦後に 小型エンジン製造からオートバイ生産に乗り出して大成功を収めた。DKW は1928年に小型四輪車に進出した自動車メーカーとしては新山の存在であったが、進出直後には経営難に陥っていたアウディを参加に収めて開発力を強化。1930年代初頭時点ではオートバイ事業、小型車事業とも好調であった。 DKW はアウディを手がかりに、ジブランドを、最寄り上級の四輪車メーカーにステップアップしようと、目論んでいたが、日ごとに力を増すアメリカ圏資本の進出に、対抗するためには、さらに、効果のある、生き残り策を講じなければならなくなった。ラスムッセンは、注目の予想を上回る大胆な経営判断を、下した。 1932年の中頃にアウディと創業者、本拠を同じくするホルヒオ、さらに年末には、DKW と同じく、ケムニッツを拠点とする、バンダラーを休合し、文字通り、自動車連合という意味の民族系、メーカー、アウトニオン AG を設立することに成功したので、ある。当時の世標では、DKW とバンダラーの合併話が、噂として流れていた。 これは、互いのラインナップを保管できると思われたためである。しかし、そこに高級車のホルヒが加わるとは、到底考えられていなかったのだ。アウトウニオン本社は、旧 DKW 本社を引き継いでケムニッツに置かれた。また、4社協力体制を表すフォーシルバーリングスのエンブレムが定められ、その輪の中には、合併前の各社名が記されることになる。 全社共通のフォーシルバー・リングス・エンブレムに加え、個々のモデルを製造したブランドのバッジが並んで付けられた。従業員数は当初4500名であった。アウト・ウニオンはオペルに次いで当時ドイツ第2位の自動車メーカーとなった。そのラインナップは合併各社の持ち味を活かした非常に幅広いものであった。軽量警戒で、 経済的な小型車の DKW、堅実で耐久性に優れた、中型車のバンダラー、前輪駆動など、先進的な技術を備えるアッパーミドル、上級車のアウディ、高品質なプレステージカーのホルヒという具合に、価格対応を分け合って、フルラインナップを構成し、4ブランドが争うことはなかった。これは、文字通りのフル、ラインナップと言えるものであった。 この手広さに当時ドイツ国内である程度被験し得る既存メーカーはオペルぐらいしかなかった。大手でもダイムラー・ベンツは大衆車以下の価格帯が欠落しておりドイツフォードは中級車と小型車のみで高級車の持ち合わせがなかったのである。なお、イエルゲン・ラスムッセンはアウトウニーオン成立後ほどなく車種の地位から引退している。ピーワーゲンタイプ D 写真は ヒルクライム用で降臨がダブルタイヤとなっているアウトオニオンの知名度はすぐには上がらなかった。そこでアウトオニオンは宣伝効果を狙い、1933年翌年から開催されるグランプリレースへの出場を決定、元ダイムラーベンツの卓越した技術者で当時フリーランスであったフェルディナント・ポルシェに設計を移植することにした。 1939年までのボディ形状やエンジン改良によって最終的にタイプ D にまで進化している。そのミッドシップレイアウトは操縦性の不安も多く、未だ完全なシステムとは言えなかったが、第二次世界大戦後の各国のレーシングカーに多大なしさを与えた。DKWF5 ロードスターこの頃のアウトユニオンでは市販車ビジネスも好調であり、 技術革新も進展した。ホルヒは直列8気筒エンジンを搭載した高級車を主力としたが、1935年にはドイツ車として初の V 型8気筒エンジンを導入、メルセデス・ベンツやマイバッハと並ぶドイツの最高級車として君臨した。アウディは DKW の技術応用で中型車としてはいち早く1933年に前輪駆動を導入。 バンダラーには1933年にオンリン独立喧嘩が導入されている。DKW の得意とするニストロークエンジンの分野では当時最先端のシ主流レ早期方式を導入し燃費改善を図っている。さらに DKW はそれまで標準だった軽量木骨ボディが高コスト化したことを背景にプラスティックボディの採用を検討し、 1930年代末期には実際に試作車を製作している。プラスティックボディは量産化されなかったが、その過程で1939年に開発された前、高性流線型ボディの新型車、DKWF9 は戦後東西両国で改良されて生産されることになる。廉価な DKW 車を主力として業績を伸ばし、 1935年には、アウトウニオンは、ドイツ国内の乗用車市場の、約半数を占めた。従業員数も増え、1936年には2万人に、達した。ゾンダークラッセ3イコール6アウトウニオン仙台2次、世界大戦が始まると、アウトウニオンは、木製ボディの DKW を除いて、民生用の車両の生産を中断し、 軍用車両の生産に集中した。バンダラーはアルミや機械加工品を、ホルヒはエンジンを、アウディは組み立てラインを整えることとなった。また、ホルヒは陸軍への公式供給業者に指名されている。1944年には、英米軍のドイツ空襲が始まり、アウトニオンの拠点であるザクセン州は大きく、戦火を浴びてしまう。 戦車用エンジンを生産するバンダラーの工場がこの時に完全壊滅し、ツビッカウのアウディとホルヒの工場も大きな損害を受けた。1945年3月にはドレスデン工場が壊滅し、4月頃には各地の工場は全滅に近い状態となった。そして5月には全従業員を解放した。対戦敗北直後、 アウトウニオンはすぐにパーツデポを開設したが、その後ドイツは、米英フッソ4国に分割占領され、東部のザクセン州に拠点を置く、アウトウニオンは、ソビエト連邦側に占領されたことで、生産設備を失った。その後、東ドイツに含まれた DKW の工場は、MZ と改められ、オートバイを生産した。ホルヒアアウディのツビッカウ工場は、 ベブ、ザクセンリングとなり、ここから IFAF8 やトラバントなどが送り出されることになる。なお、1949年8月、アウトウニオンは、ケムニッツの会社等規模から抹消されている。一方、終戦直前に、ミュンヘンのアウトウニオンの子会社で、アウトウニオン再起の話が持ち上がっていた。そして、1947年、アウトユニオンの存続を図るべく、 インゴルシュタットに本社が移転され、DKW の保守を目的とした、パーツデポを開設、新生アウトウニオン GMBH を再結成する。1948年は、在来モデルのパーツ生産の他に、DKW オートバイの生産を再開、翌年には、復興需要に即応して、DKWF800 高速トラックを発表するなど、順調な回復軌道に乗った。 1950年には前年に開設したデュッセンドルフ工場から DKW マイスタークラッセタイプ F89 を発表した。このモデルは戦前最後のモデルである F8 のメカニズムをベースとしている。1953年にはマイスタークラッセの発展系である DKW ゾンダークラッセタイプ F91 を発表し、 1955年には DKW Zonda ラッセ s s e 3イコール6タイプ F93 に発展する。1957年にはマイナーチェンジが施されタイプ F94 となった。さらにこの年、ボディ改良と 980cc エンジンを搭載したアウトニオン1000となった。このモデルは 幾度も改良が続きながら1965年まで生産されている。この頃から再び、オペル、ドイツフォードといった米国資本の企業が再び、ドイツ国内シェアを侵食し始め、これに危機感を覚えた、ダイムラーベンツは1958年に、アウトオニオンの株式の88%を取得し、翌年には吸収合併されて二輪部門が売却され、 アウトウニオンは4輪自動車専門メーカーとなった。この間に1960年にアウトウニオン DKW 社が50万台を達成する。1964年、フォルクスワーゲンがまず、ダイムラーベンツの持ち株の50%を取得し、翌年フォルクスワーゲン AG がアウトウニオン GMBH の所有者となった。VW は、主力車、ビートルの生産が、 ボルフスブルク工場だけでは需要に対応できないため、アウトウニオンのインゴルシュタット工場に委託してビートル増産を図った。その結果、1965年5月から1969年7月にかけて、インゴルシュタットだけで実に35万台近くもビートルが生産されることとなる。同時期、アウトウニオンが BKW 以来の得意技術としてきた2、ストロークエンジンは、環境対応能力や高性能化の限界から4、ストロークエンジンに立ち打ちできなくなり、4ストロークへの切り替えが必死となってきた。そこで、技術的一心とともにイメージチェンジを図り、往年のブランドである、アウディをリバイバルさせることになった。アウディ75、アウディ80、アウディ50、アウディクワトロ1965年9月の、 フランクフルトモーターショーで戦後初のアウディを関するモデルとして DKWF102 の2ストロークエンジンを4ストロークに変更したアウトニオンアウディ72を発表する。これが今日のアウディの直接のルーツとなる。翌年にはワゴン版のバリアント強化型のアウディ80、アウディスーパー90が発表された。さらに1968年には フラッグシップのアウディ100が発表された。この頃から、米国市場へ投入されていく。愛前後して長い歴史のあった、DKW ブランドの小型車は、フェードアウトしていった。1969年にフォルクスワーゲングループは、アウトウニオンに、NSU を併合し、アウディ NSU アウトウニオン AG となる。この年、インゴルシュタット工場での VW 車の生産が、 中止された。1972年には2代目80が発表された。このモデルは今日の A4 シリーズの初代に位置づけられるモデルで、その証拠に80の車内故障は B1、現行 A4 の車内故障は B7 である。また、同年度のヨーロッパカー・オブ・ザ・ヤーに輝きヒット作となった。1974年には、 オイルショックによる小型車の需要を目論んで、アウディ50が発表された。このモデルはエンジンを、フォルクスワーゲンゴルフや、フォルクスワーゲンシュロッコと共有している。フォルクスワーゲンとアウディのパーツ共用化は、以後向上化し、バッジエンジニアリングも行われた。1970年代後半、アウディの技術担当責任者に、フェルディナント・ピエヒが迎えられる。彼は、 フェルディナント・ポルシェの孫で、これまでに、ポルシェのレーシングマシンの開発に関わっていた。このピエヒが収まった、開発部門は、後に、自動車業界全体に、大きな刺激となる革新的技術を続々と生み出す、ことになる。その手始めとして、1980年、サロン・アンテルナショナル・ドロトで、自動車技術史に残る、フルタイム四輪駆動システム、クワトロと。 その搭載車、アウディクワトロがデビューする。80をベースにブリスターフェンダー採用など外観を改良。搭載エンジンは200のターボエンジンをベースにインタークーラーを装着し、200PS、5500rpm、29.1kgm、3500rpm という高出力を発揮した。それまでの4輪駆動車は2輪駆動との切り替え式である。 パートタイム式が一般的で使用目的ももっぱらアクロで低速走行する場合に備えた駆動力確保であった。アウディクワトロの場合、強力なエンジンの出力を4輪に分散させることでアクロ、両路の別なくラリー走行レベルの高速域まで常に確実な駆動力を得ることを狙ったのが特徴で、これを前提にセンターデフ内蔵のフルタイム式とした。 ことでも注目を集めた。のみならず1981年から世界ラリー選手権に参戦して実際に多くの勝利を重ね、ラリー界に大きなショックを与えた。クワトロの出現以来、WRC での勝利には四輪駆動は不可欠という考え方が常識化した。なお、川崎重工業と1972年に ロータリーエンジンのライセンス契約を結んでいる。1985年には社名をアウディエージーに変更。約半世紀にわたって親しまれたアウトウニオンの名は消え、フォーシルバーリングスのエンブレムのみが残された。アウトウニオンが民税用に製造した車種は以下の通り。ありがとうございます。